はい、皆さんこんにちは、藤本です。今日はですね、それ怒っても全く意味ないですよっていうことをお話していきます。はい、ですね、まあその本題に入る前にですよ、ちょっと聞いてください。これあの YouTube 今まあいつからやったかな、1ヶ月経ったかな、1ヶ月ぐらい前から、まあちょっとちょこちょこ毎日毎日ね、いくつ経ったかな、忘れましたけど、まあ、コツコツ最近ちょっとやり始めたんですよ。で、まあ、撮ります、編集します、まあ、編集ってもそんなね、あの、なんか YouTuber みたいなのではないですけど、編集します、それアップロードします、題名つけます、なんて結構ね、過程あるんですよ。意外と時間かかったよ、これって。で、それを、まあ、毎日って結構、まあ、めんどくさいと言えばめんどくさい。まあ、別に楽しいからいいんですけど、で、それをね、準備してたんです。でさ、朝に発行で、やるぞーってなった時に、なぜか、そのデータが壊れてたんですよ。もうめっちゃショックで、うわー、あれやったのに、なんか僕はずっとね、こんな感じのほんまに5分間ずーっとねなってるんですよ。これ誰が見たいねんみたいな、こんなこれ誰が見たいねんと思って、もうマジかと思って、もうこれはもうこうやってネタにするしかないと思ってね、まあ、すっごいイラッとしたんですけど、まあまあいいね、YouTube って無料で使わせてもらってるんでね、そのあたりしょうがないかなと思ってるんで、まあ、しょうがないですけど。まあね、こうやってこう、どんな、需要がなさすぎると思ってね、消したんですけど、イラッとしてね。で、その時に、やっぱイラッとするじゃないですか。イラッとする。子犬と暮らしてても、イラッとする場面、ありませんか？特に、いたずら。もうこれは結構ね、まあ、トイレの次ぐらいにイラッとすると思います。トイレも結構イラッとするんですけどね。いたずら。で、どんないたずら、例えば、なんだろうな、お留守番してるとします。お留守番。で、ここ入っとってねーって言って、入ってもらうとするじゃないですか。まあ、安全にね、柵の中入れるとか。で、子犬は、まあ、どうしても暇やから、まあ、考えるんですよ。どうやったらここ抜けれるかなとかって。で、なんかぴょんぴょん飛んだりとか、ちょっと隙間を行ったりとかすると、ある日突然、パッと抜けれてたりするんです。抜けれたもんやから、うわ、何これ、抜けれんのみたいな。で、うわ、何しようけど、お母さんもなんもないし、なんか暇だなと、それ、くんくん匂い出すんです。で、ペットシートがあったら、ビリッビリにしたりとか、ティッシュがあったら、もう全部やったりとか、クッションがあったら、もうブンブンやって、中をバーンって弾けさすとか。っていう形で、家をね、破壊し出すことっていうのがかなり多いんです。それ、飼い主さんはまだか、そこから出れると思ってなかったから、帰ってきたらもうね、頭真っ白です。これ何？泥棒？みたいな。泥棒が入った？みたいな。違うんですよね。こういうの嬉しそうね。なんかこの辺ティッシュとかついてるんですよ、この辺に。もうバレバレっていうね。うわぁ、あなたがやったのね、みたいな。で、その時に、めっちゃ、もう疲れてるから仕事して、一日仕事して、はぁ、やっと疲れて帰ってきたと思った瞬間、これ誰が掃除するの？みたいな。もうイラーッとするんです。その時になんでこんなことしたの、なんでこんなことしたの、どこだって怒るんですけど、これ全く意味ないんですよね。全く意味ないんです。こういうのからすると、お母さん帰ってきたけどいきなりなんかブチ切れてるぞみたいな、なんだめなんだめ、もう分かってないんですよ。意味が分かってないんです。もし仮に怒るとするならば、そのなったその瞬間にパチンとちゃんと言ってあげないと。で、しかも、まあ、これ叱るってやると、またこう、アフターフォローとか、もうちょっと難しいんで、まあ、省略しますけども、その瞬間じゃないと全く意味がないんです。なので、その何時間後に経って、ああ、どこで言っても、全く伝わらないんですね。全く伝わらないです。むしろ、なんかお母さん、なんか怖い人だなーっていう風に、変なか、あの、関係というかね、なんだろう、溝というか、ができるだけなんです。なので、やめときましょうね、っていうことを言ってます。その代わり、これをやってくださいねっていうのを僕お伝えします。何か。写真撮ってください、写真。その現場をね、ボロボロになった現場を写真に収めとくんです。じゃあ、それがね、ネタになるんです。今日の僕の、YouTube が、はーみたいな、この5分間の映像、ね、これアップロードしてもいいんですけどもね、もうね、こんなもう怒ったもしょうがないんですよ。もうしょうがないから、こうやってネタにするしかないなと思ったんです。じゃあ誰かを救えるかもしれないですね。このネタでね。もしかしたらね。ネタで救えるかもしれない。っていう形で、その写真も、
今だけなんです。いたずらっていうのが一番今がピークです。それが10年15年後になった時にそんなやってるかって言ったらほぼやれないんです。寝る時間の方がぐっと長くなるんです。なんか最近日中ずっと寝てるな、起きてる時間ってもう数える程度だなっていう風になってくるんですよね。その時にその写真をパッと見返した時に、ああこんな時もあったなーって、なんか今穏やかに寝てるけど、まあこの今のちっちゃい頃のこのいたずらだったから健全に育って、いたずらって健全な行動なんでね、健全に育ったから今こうやって穏やかに暮らしてるんだなっていう風に10年15年後の思い出話ところになってくるんで、ちょっと見てよ今の子さ、こうやって寝てるけどこれもうこんなんしてんとか、10年15年後じゃなくてもいいです。今日まあ例えばその日夜ありましたと、次の日ですよ、お昼ご飯の時に友達とかね、友人の方に、あの会社の方とかに、ちょ見てこれみたいな、帰ったらこんなんやってんけどみたいな感じでネタにしてしまうんです。怒っても意味がないんやったらもうネタにしてしまう。これは大事なことかなと思います。怒って関係性ねおかしくするよりかは、まあちょっとね、あの友達と友人とかとなんか関係性が良くなる方がいいかなと僕は思うんですけども、皆さんはいかがでしょうか。はい、っていう形で、まあね、こういう感じで YouTube も撮り直したし、これでね、まあネタにもなって、まあ何かね、ああそうだな、怒ってもみんな意味ないんだなっていう方が一人でもいるんやったら、僕はこの YouTube がはっって止まったのも意味があったのかなと僕は思います。はい。という形で、もし何かあったらね、この写真撮ってもらって、もうぜひ僕に送ってください。はい。で、僕は話聞きますので、はい。ぜひ送ってくださいね。はい。という形で、また明日からね、めげずに発信を、配信をしていこうと思いますので、応援の意味を込めて、いいねとかボタンとか、まあ、チャンネル登録もね、していただけると非常に励みになりますので、よかったら、していただけたらと思います。ではまた明日お会いしましょう。さよなら。